人2人村人まだ誘致しませんかってことでございますね。だからスケルトンを相手、スケルトンがもしかしてエンチャントにフレームついてたらもう終わっちゃうじゃないってことでね。大丈夫かな本当にめちゃくちゃ怖いんだよ。ルールとしては基本 TNT しかプロッカ使えないと、ここにある資材全てがじゃあ家もお前家も TNT にしろよってことなんです。家は別です、家は別枠。これご覧ください、これで一つ照明が完成いたしました。消えとるやないか、夜消えてもうとるやないかい。来たな我が友よ。お前ペット見つけたのか。TNT の上でも動く電動ランプ完成。ゴブサタンの快速だ。鉄インゴットじゃねえよ、鉄ブロックをみんなで引き詰めようのかい。この感じ、要するにシーロンタンは中4つ開けてどんどん置いていきましょうと。それぞれの準備が整ったようなので一旦作業を開始いたしまして、途中雑巾引き大会なども挟みつつ進めていきたいと思います。行きましょう。夜早いよね。なんでこれ仕事早いんだ。もうあと置くだけみたいなことになってることがまあまああるね。さすがですね、村人んとこだ。置けねえ、しょうがねえな、しょうがないです。村人の中ちょっと特例で変な感じにしときます。本当にこれで湧き潰しできてんのか、不思議心配なんだけど。トラップタワーの下めっちゃ暗くなるんだけど大丈夫かな。敵モブ出たらごめんね。本当に大丈夫かなここ。本当にブッキーヨーダー富士サファリパーク。純粋に鉄ブロック誰が一番奥の早いか選手権でいいじゃんね。マクロ行きます。フフ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 。ちょうどまた来るのね。やばいな、やばいね、やばいな、いよいよって感じになってきてるな。よーい、いけ、はいよ、うら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 、誰だ一番速いのは。あー、すーごい、このマクロ選手ちょっと板上さん一番速かったんじゃない。これでいいのかな、これでいいのかな。あ、小池さん止まっちゃってんだな。小池さん止まっちゃったか。あーダーン、おっきいの作らないんだけど、おっきいものを表現できるというか、描画が細かいものを表現することができるというか、まあそういうマイクラの新しい可能性をですね、皆様にお届けしたいと思っている。暗算眼を磨いて、磨かれた左眼と戦力眼のまんまでございますね。アッカシアをここのワールドでゲットした記憶が1ミリもございません。倉庫を見に行ったんですが倉庫にもなかったので、突如としてもう少量のそのアッカシアのためにですね、旅に出ることになりました。ちょっとありゃいいんだけどな、アッカシアさん。あーあー、白樺が足りない。白コンと白樺と左眼か、そうか左眼も足りないか。いやーね、めちゃくちゃ大変だ。1マスずつこうブロック違うじゃん。一応カンニングはしてんですよ。カンニングしながらあのサイトを参考にしてやってんですけど、お前何のブロック持ってんだよ。おい、鉄ブロックまでめちゃくちゃ余ってんじゃん。シーランタン1スタック、うわー微妙、シーランタン、うわー微妙な数字、なんかぴったりかちょっと多いかぐらいの計算だとね、私の心の中の計算ですから大体外しますから私はい。そこも踏まえてね、見ていただきましょう。デスルーラしてんのバレたー。おー、置いてけば敵もわかんないかな。反射神経が年々減っていっております。よし、行きますよと。行くぞ、繋がってくれ。
よし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 、ゴール手前にして私のシーランタンじゃなくてこのもう名前、プリズマリンクリスタルじゃないプリズマリンレンガーが尽きてしまいました。すいません。日の小島への道めっちゃ長いやん。なぜガレリア一番絞り、ガレリアさんスポンサーさん様ですからね。あちらは違いますからね。キノコ島っていうのはバイオーム全バイオームの中でも一番レアというか、何がレアかって、まずはね固有モブ、ここにしか存在しない固有モブムーシュルームですね。そもそもキノコ島自体がちっちゃいからなかなか湧かないから、もう本当にマイクラの中の全個体の中でこのムーシュルームの数はかなり少ないと思います。なんかこうやって湧き潰ししてるけど、おそらくバイオーム、これくさいムーシュルームフィールドって書いてるでしょ。ムーシュルームか、まあ、とにかくこの上はこのバイオームである限りは敵が出ないということだったと思うのであーこの緑の色が明るいんだよね。ほらそうだそうだ、確かそうだ、昔にもねこのキノコバイオームになんかこう緑にしたことがあったんですよ。その時確かやたらと緑が緑だなって思ってた記憶を今思い出した。敵の湧かない空島ピンフ、お分かりですね。まあ、このために準備もしましたよと。これで着火するわけですね。ジャングルバイオーム、はいどうもです。何の原木を使うかなんだな。原木結構もう持ってっちゃってるな。あー持ってっちゃってるのか。ここにはもう多くはない。海賊団のみんながここ買ってくれてたんだよ。バカみたいに鉄の装備なんだよね。うん、そこがちょっと怖いところではある。ベッド爆破ついでにやっちゃおう。黒曜石も出しといて、ベッドバカーについてね、いろいろ、私も勉強はしておりますので、まあ、その辺もついでにコンテンツとしてお届けできればということですわ。いた。ちょっと、そのままちょっと高さ変えないで、高さ変えないで、よしよし。あ、取れた、じゃあねー。TNT を設置します。それで、これを、まあ、起爆するのに、まあ、こういうことですね。これでも起爆できんじゃん。ドガーン、ハハハ、弱え弱え、うっそーん、くらえ、8発ぐらい、うわー逃げるやん。20いいね、20TNT。 さあうら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 、お前怒っとんかい、暗いな。うわー、いかん、惜しい。ここね、いろんな本当に人がほら見て、滝本さんとか、こうなんかいろんな、あと物資集めてきてくれたりとか、いろいろみんながしてくれるところなんだけども、そんなマグ兄弟のみんなに無茶ぶりをする内容というのがですね、1時間で建築をしようと。こっからスタートだよな。でここからチェストとかの物資も捻出してもらえればいいと思うので、で階段は肉厚をつけて登ってって、さあここから2階です。こっからは簡単ですね。2階なので窓は多め。ここいけるんじゃない？いける。はい。はみ出てるよ、ひろしさん。オッケー。じゃじゃーん。建築してくれという無茶ぶりに応えてくれたみんながいるよ。はい、スタート。ピピ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 。おタンコさんが草の道で枠を、そして丸石で枠を。うん、なるほど。さっき原木を並べていたのはカヌちゃんは原木の皮を剥くためだったか。そしてナナさんはお石レンガ早速使っております。そして滝本さんがおー掘り始めた。何を考えてるのかわからない男、 AC が作っております。階段で何かを作ってますね。これもうすでに頭の中に何かありそうな感じがいたしますが、作りすぎた。それなんだよな。それでちょっと建築の幅がちっちゃくなってしまうことはよくある。進んでおります。マグワールド、拠点大都会化計画第1弾と言っても過言ではない。滝本さん、やはり自由な発想が今日も爆発しております。今朝おろしてきた、ばっかりのマグロあるよ、トロあるよなんですね。はい、すぐ切り分けっから、柵で用意してっから、帰ってすぐ食いたかったらちゃんと醤油も渡すからよーなんて、これでいくわけですね。工事が完成いたしましたね。12人の建築、モサモサ、いやモサモサっていうのはね、頭が毛がモサモサってわけじゃございません。モサゾロイのモサモサでございます。よし、ベッ
ットをゲットして、このベッドと、そして松明、松明もうちょっとあるかな、あれね、これで多分湧き潰しができると思うんだ。ん？そこ入ってんの？絶対出れないやん君も。襲撃者のね、おじさんです。おじさんが共存できるかどうかがやっぱり今日の見どころではないかと思ってます。はい、というわけでね、2人連れてきて2人で繁殖してもらおうっていう作戦で来たんだけど、実はですね、初めに連れてきた、違う、2人目に連れてきた子が私の家の方に来ちゃったんですよ。あはは